みんなに餌あげて。緑の食べてくれたじゃん。よし、どんどんあげてこう。主に力の強いお家たちがやってきております。あ、お家だった。餌が欲しいんで、ガンガンと。めっちゃ怒ってる。怒ってるわけじゃない。怒ってないんだよ。アピールしてます。このお家をバチバチしていきましょう。あそこにいるのが白サイだって。少しずつバス進んでいきますと、黒サイはいないのかな。丘の上で入りますと、ゾウのお顔が皆さんここに来るのではないでしょうか。ゾウが、それではちゃんとバスのようにお話が出てくるのではないでしょうか。皆さんにはお口に直接入れてと告知を開けてくるかもしれません。顔が見えない。近づくゾウさんからいただきます。
ません。あとリズ飛んでくるスケベント好きですね。すごい近かったね。あげられました。いっぱい。めっちゃいっぱいの。めっちゃ揺れる。うおあと待ち来ることあります。先ほど食べてくれたね。刺激が含まれるのでとっても臭いです。記憶と思い出は残りますけど、いい思い出になったなというのはちょっと緊張ですね。大変臭いらしいです。でもコンコン、うん、もしかしたら喧嘩するかもしれません。近くのラクダとか始めたら、ね、まつげがとても長いです。めっちゃ怖かった。砂漠に生活する動物ですので砂が入らないようになってます。穴前など自由に閉じることができます。どうぞワクチキンをプルプルさせながら食べます。可愛いチーム待ってくれる？じゃあ、ネットまで行きましたら、ハサミ、サバのアイドルを返します。始めます。今、飛んできますから。助けてください。出すのも厳禁ですよ。こういうのもあるやつ。こちらのラクダ、タコブラクダ。タコブラクダ。合わせて、背中に2つのコブ持ってます。このコブ、水が入っている。水が入っている。いいよ。
青走れるのかな。最後。うん。こう行こう。そうそう。レッツゴー。ここでやるのかな。全然ネットで見えなかった。Ha ha ha.